ソインキョクラ大観夏祭りでの一コマソインキョとは、岡山県倉敷市にある、阿智神社の霊祭のご信仰の死有の死士に付き添う、老人の面をかぶった若者を指す。元禄五年、阿智神社にほど近い恵比寿町の裁量を務めていた、沢谷全米が夜年並みに勝てず、人形師の柳田平楽に頼んで、沖縄と王の面を作らせ、店の若者に、この面をかぶらせ、 主人の代理としてご信仰の行列に参加したことに始まるとされている。祖隠居という呼び名は明治院後誰かでとなく、この、父とばのことを呼び始めたようだが、ただの御隠居という意味で、元の隠居であったり、素晴らしい隠居であったり、素朴な隠居というような意味が語られている。この祖隠居の面は見た通り、楽郷の形に似ていることから怯えながらも、この祖隠居を挑発する子供たちは、 すいんきょ、らっきょと林立てて逃げまどう素いんが持っているしぶうちわで頭を叩かれると、賢くなるとか、健康になるとか言われている。また、別の言い伝えには、この素いんは、人代の昔、天孫降臨のご先導を受けたまわった、遠藤絹のゆえんにちなんで、ご信仰の通路を清めて悪魔払いするのだという説も、ある。だから、倉敷の祭りでは、 親たちは子供たちが怯え、泣き叫んでもその子供たちの頭を素隠居の前に差し出したり、お年寄りは素隠居に手を合わし、感謝をしながら頭を叩かれるという奇妙な風景が展開される。1、江戸期の素隠居、四死の後足硬下4年、帝王年の御神功の行列では、町別に分別が定まり、三越大鼓やだんじりなど長大な行列であった。その中に、 恵比寿町として、男ししそふ店、女ししそぼ店が見える。これが、元禄五年ご進行の始まる時、恵比寿町の裁量、沢谷全米が寄る年並みに勝てず、宮坂町の人形支流平落に頼んで、ジジとババの面を作られ、その衣装は、上が、当時ひボタン、下が、獅子のひねり家の模様であった。二明治期の素隠居、町の青年団多数歩く行列が主体である。 ご進行の列にとって、練り歩く、みこし大庫などと歩調が合わないため町内ごとに歩くようになっていった。大勢の慣習の前で練ったり、差し上げたりするのに、子供がたくさん群がれば危ない。そこで、青年団が考えたのが素隠居の活用だった。衣装や面も安いし、うちわも役立った。この素隠居は、もはや獅子の後足ではないので一人で走った。子供を追っかけて走った。 3. 昭和期待戦後の祖隠居、女性の祖隠居集団、藤間道代の作詞で祖隠居音度ができた。踊りも振り付けられた。一時期200人から300人の舞踊家が倉敷川下半を取り囲んで踊る景色が見られた。ありがとうございます。